市川猿之助の親友シクストーンズジェシーのブログクに異変へ共演作成率の裏に飯とも、ジュリー社長。止まらない負の連鎖。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。歌舞伎俳優の市川猿之助、47。 と、両親が5月18日、東京目黒区の自宅で倒れているのが見つかり、両親が死亡した事件から1週間。5月24日、警視庁が都内の警察施設で円之助から再び事情聴取を行った一方で、円之助の親友のブログにも異変が起きていて、円之助さんの親友であるシクストーンズへのジェシーさん、26、です。 ジェシーさんと縁之助さんは、2022年10月クールのドラマ、最初はパーテレビ朝日系、でお笑い養成所に通うコンビとして共演した縁で仲良くなり、二人とも親友と公言していました、女性誌ライター。1月7日放送、収録は2022年末のラジオ番組、シクストーンズのオールナイト日本。 サタデースペシャル、日本放送、では、ジェシーが、縁之助は、初日の出を見に行く予定だと明かすと田中いつき27が二人の仲の良さに怖いのよ、まぶっちゃっててと話していたこともあつ。実家で一緒におせちを食べる中とのことだ。それだけに市川縁之助と両親が自宅で倒れているという発報が出た時点でジェシーさんを気遣うファンの声は多かった。 事件当日の夜5月18日の22時に、ジェシーさんは事務所の公式ブログ、ジェシーのズドン、ブロックを更新していましたが、そこでは待ってるという強い思いを感じさせる一言のみ投稿されており、無理しないでというファンの声が SNS に多く寄せられていました。全道四角ブログの文体が激変、ジェシーのズドン。ブロックはタイトル通りズドン。おキーワードに、 筋肉の絵文字を多用したり、明るくハイテンションな内容の長文投稿が多かった。しかし、猿之助の一件からブログの内容に変化が生じているという。19日はわずか7文字句当点含むだけの投稿。20日以降は24日まで毎日更新していましたが、おしゃれな写真を添えてはいるものの、やはり文字数は少ない。〇〇仕様。 みたいな、自分を励ますようなニュアンスの言葉が目立ちます。前での女性誌ライター。そのためファンの間では、ジェシーのブログがシンプル。体と心の健康が第一無理せず進みましょから、ジェシーくん、何してるの心配です。いつものブログに早く戻れるよう願っております。 本当はジェシーくんのズドンズドン言って、ポジティブポジティブ言ってるいつも前向きでゆるっとしたブログを早く見たくてたまらないんだ、よ。といった声が相次いでいる。ジェシーが苦悩しているだろう裏側で、実はジャニーズ内にはさらに猿之助の事件について心を痛めている人物がいるという。芸能プロ関係者は話す。ジャニーズ事務所の社長である藤島樹林恵子氏です。 それというのも、猿之助さんとジュリー氏は以前から非常に深い交友があった、と業界内では有名なんです。ジュリー社長は猿之助さんの芸に向かう姿勢を買っていて、良きビジネスパートナーだった、ということです。時折会食をする仲だったそうで、ジェシーさんが最初はパープで猿之助さんと共演したのも、この縁が影響していたともっぱらです。 資格良い関係にあった円之助も、ジュリー氏には猛烈逆風。だが、そのジュリー氏及びジャニーズ事務所には、昨年から現在にかけて猛烈な逆風が延々と吹き続けているような状況にある。創業者であるジャニー北川氏去年87が2019年に亡くなってから多くのタレントが去っていきましたが特に騒然となったのが2022年後半。 10月には副社長だった滝沢秀明氏41が電撃退任し、11月には当時 k n g o p スだった平野志耀さん26、岸優太さん27、神宮寺優太さん。 25の3人が2023年5月22日に同時に脱退して、後に事務所からもそれぞれ退場する、岸のみ、今週、と発表するなど、立て続けに衝撃的な発表が続きました。前での芸能プロ関係者。その後も、元 V6 の三宅県、43。 が、今年5月2日に、ジャニーズ JR 内ユニットイムパクト ORS が5月25日に7人全員退場。さらに、KI2 の北山博光37も早ければ6月にも退場するとされている。こうしたドミノ退場から金プリファンを筆頭にタレントを大事に扱っていないんじゃないかとジュリー氏を批判する声は非常に多い。そして、 さらに世間を騒然とさせている、ジャニー氏の闇問題とその後の対応もありました。全能。週刊文、文芸春秋を筆頭に報じられてきた事務所の創業者であるジャニー氏がジャニーズ JR らに加害行為を行っていたという疑惑。長らく事務所は沈黙を貫いていたが、5月14日にジュリー氏は事務所公式サイトに謝罪動画と文書を掲載した。 最もっとも、第三者委員会の設置に消極的なこと、そもそも相見ではない一方的なものであることから、ヒアやカナイ県も非常に多い。あまりにもトラブルが続きすぎていることでジュリー社長のメンタル面を心配する人が業界内では多かったんです。もちろん、ジャニー氏問題への取り組み方については、批判の声が上がっても仕方のないことだと思われますが、 そしてさらに、今度は交流の深かった猿之助さんが大変なことになってしまったわけで、ジャニーズ事務所の運営もそうですが、それ以上にジュリー社長の進路を心配する声が上がっていますね。全能。ジャニーズ存亡の木とまで言われる現在の事態。創業家社長は、この危機をどう乗り越えるのだろうか近く、今は待つ。 祈るのみ、市川猿之助かけるジェシー、濃厚密着な親友コンビショット。ドラマ内ではお笑い養成所で勉強優の芸人コンビだった二人。またこうやって笑い合える日が来ることを願うばかりだ。笑い合える日が。